やっぱり寿司に帰ってくるんだよな。寿司が全ての頂点。あるじゃん、ネージュか、もしかして。神のスーパー着地見せるわ。これ、これは格殺。遅いけど。死なんのかよ。ナイスリード、ナイスリードっていうか、ナイスカウント。それかわいそう。それさ、せめて振らしてほしいよな、ダイナモ使い。わかるわ。当たったぞ。ナイス。危ない。おるじゃん。強いぞ。ナイス着地。かっこいい。
ナイス。相手一人いなくなってた。嘘。でも気持ちよかったからいいよ。ついに寿司は機動力までも手に入れてしまった。6万ぐらいの時だったもん。ゴールデンウィーク明けぐらいでした。結構もうなんか上がって、で7月ぐらいになんかさ、めっちゃ暴落したじゃないですか、仮想通貨全体が。もうあの時もなんか、はぁーみたいな、はぁ仲良かったと思ったら、なんか最近また上がってるし。それでもクソが、いやでも全然僕はビットコインは全然あんまり金額としては保有してないんで、こんなに得してないですよ。僕どっちかするとオルトコインの方に興味示して手出したから。一番持ってんの俺リップルやし。あと一発。ナイス。5-2練習しとこう。5-2とスプシュの両刀にするわ。まあ、スプラ1の時もそんな感じやったけど、結構慣れてるからも。